リビングストン郡はアメリカ合衆国イリノイ州の中央部北に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は38,950人であり、2000年の39,678人から1.8%減少した。郡庁所在地はポンティアック市であり、同郡で人口最大の都市でもある。リビングストン郡はその全体で、 ポンティアックショート死刑を構成している。リビングストン軍は1837年2月27日に、マクリーン軍、ラサール軍、イロコイ軍の一部を合わせて設立された。軍名は、ニューヨーク市長、ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国会議員、ルイジアナ州選出のアメリカ合衆国上下両院議員を務めた、エドワード・リビングストンにちなんで名付けられた。後には、 アンドリュー・ジャクソン大統領の政権でアメリカ合衆国国務長官、中フランス大使を務めた。リビングストーンはイリノイ州と直接関係ないが、衆議会がその功績を認めて軍命に採用した。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1045.93平方マイルであり、このうち陸地1044.28平方マイル。 水域は1.64平方マイルで、水域率は0.16%である。近年、群長所在地である、ポンティアック市の平均気温は1月の下市14度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1927年1月に記録された下市24度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された下市108度である。 月間降水量は2月の1.244インチから6月の4.11インチまで変化している。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。イリノイ州共生省がポンティアック市にあるポンティアック共生センターとネバダ軍区の未編入領域にあるドワイト共生センターを運営している。それぞれ男性及び女性の死刑囚を収容している。 リビングストン軍は、下記30の軍区に分割されている。ありがとうございます。